JR 広島駅北口にあるフットサルコートでスポーツ教室が開かれ、親子が汗を流しました。ファミリーふれあいスポーツ教室では、元日本代表でサンフレッチェ広島の普及部でコーチを務める駒野雄一さんも指導に当たりました。参加した小学 1,2 年生の親子40人はおよそ1時間体を動かし、心地よい汗を流していました。楽しかった。コロナで外出もできなかったりとか、外でもできなかったりもしたので、まあ、子どもたちも楽しめたかなと思います。必死に子どもたちもボールを追いかけてゴールを決めてくれましたし、親御さんで楽しんでいただいたので、すごくいい時間になりました。来月には小学 3,4 年生を対象にしたスポーツ教室を開く予定です。